平成30年10月14日、10月21日、広島広域第2、運動公園にて、2018中四国学生アメリカンフットボールリーグ優勝決定戦になります。高知大学マリンコーズ対愛媛大学ボンバーズの一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始までのコイントスを行います。手前側からグリーンのユニフォームが高知大学マリンコーズ、奥側ホワイトのユニフォームが愛媛大学ボンバーズです。愛媛大学はファーストステージ4位、高知大学はファーストステージ3位、ともに下克上を果たし優勝決定戦に進出しました。愛媛大学優勝ですと5年ぶり、高知大学ですと創部以来初の優勝となります。高知大学キックオフ、愛媛大学リターンで試合が始まります。